南海キャンディーズの山里亮太、41、6日、千葉市民会館、中央区金目町で行われた、千葉県40歳の W 成人式2019に出席した。山里は、昨年12月16日に胃の不調を訴えて、診察を受けたところ虫垂炎と判明。胃の内壁がベロベロに剥がれていたんですが、数値的に胃潰瘍ではないということで調べたら、虫垂炎でした。本来ならばできるだけ早く手術をした方がいいのだが、仕事が入っているため、現在は薬で散らしているという。体調は油物を食べると胃がもたれるくらいと仕事には支障がないと話した。手術をしてもいい日として、事務所から今月27日を提案されているが、日曜日なんですよ。手術やってるんですかね?と報道陣に逆質問。この日に手術できるとしたら、腹腔鏡手術なので、翌日から仕事に復帰できますと説明。朝仕事して、入院、翌朝退院の流れとなるそう。これで、手術できなかったら、いよいよ事務所を訴えます。仕事中に、虫垂炎を爆発させてやろうかと興奮気味に話した。胃の不調や、虫垂炎、原因は何だと思うかと聞かれると、山里は、無理した酒の飲み方をしたからと厄年だからと共に、ストレスもあったかもしれないけど、楽しくやっていたと話した。ストレスの原因は、相方のしずちゃんこと、山崎しずよ、39、なのでは、と聞かれると、数年前だったらあったかもしれないけれど、今は、仲いいキャンペーン中ですからと否定。相方が、マネジャーに、ニュースで、虫垂炎だって聞いたけど、大丈夫、って電話してきてくれたんですとし、以前に、僕が、アニサキスになった時、相方は寄生虫博物館に行って、アニサキスの標本に手を合わせて、ありがとうと言ったくらいですから。今では、心配してくれて、と、仲の良さをアピールした。明日会うんですが、差し入れの一つでも持ってきてくれるのではないでしょうかとも。山里は昨年末、胃痛と虫垂炎で痛めつけられただけでなく、山里をいたわって、実家の母が作ってくれた、書き入りおじやにあたり、散々だったが、ここに来て明るい情報が一つ。最近、SNS で、ブラジル人女性に告白されていますと明かした。次の五輪で、日本に来ると言っていたので付き合うかもしれませんとも、告白。一つ、気になっているが、そのブラジル人女性の名前が、一般的に男性の名前であること。アイコンは、情熱的な女性。最近、そこら辺はフリーじゃないですか。男だってカーニバルですと今年は前向きに恋愛をして、行きたいと宣言した。